人間みたい。リボンピンクが好きだからピンクまみれな感じになっちゃったそう、こんばんは。まだありがとう。ラブレターありがとうございます。ピカピカありがとう。めっちゃ似合う、かわいい。ありがとう。ありがとうしか言ってなくてもいい。仕事終わったからのショールーム、お疲れ。みんな今日はお仕事だよね、多分平日だし。お疲れ様です。なんか今日は一日家にいたんだけど、何なんだろうね。なんか一人で家にいるとさ、どうもテンションが上がらなくて、そう今日は誰とも話してないし、本当に究極的に一人を極めて、そうなんか、そうマジで正直な話すると結構いろいろなことを考え込んでしまったから、そう落ち込む前に寝ようと思って何回か寝かけ、何回かもう寝ようと思った時があったんですけど、そう寝るのが一番。ミリーしかありがとう。ひのさん配信してたから途中まで見てた。さっきハートありがとう。ミリーちゃんのために稼いできました。ありがとうありがとう。ごめんね、ありがとう。んどうこさん星10個ありがとうございます。キラキラ星、あ、いっぱいくれてるじゃん。ありがとう。ありがとう。ありがとう。そう、今日はめちゃめちゃお家でゆっくりして、お家に入り浸って。お家にいた、今日は。そう、でもなんか今日からだっけ？確か、昨日？今日？忘れた。新潟駅が変わったみたいだから来たかったんだけど、そうなんか外に出る気にもなれなくてやめました。でもまた行きたいなって思ってる。新潟駅がいろいろ変わってるみたいだし、そう、ほらありがとう。三つ編みかわいい、ありがとうございます。ハートありがとう。ひのちゃんルームでコメントするときメリちゃんに見られても大丈夫かなって考えるようになった。何それおもろ。何も別にあれだよ。で、うん、なんかすごいなって思ってるけど、あれ飲んだよね。他のルームに行ったとして、例えば4期がすごく例に例えるとすると、4期のルームに行くと、私はオタクのみんなを監視するという目で監視しているんだけど、日野さんのルームに行くとオタクを監視するんじゃなくて日野さんを監視したくて行ってるだけなので、別にそんなに気にしなくて大丈夫だと思う。変わった新潟駅に来てね、一緒に行こうじゃ。しばらくはめちゃくちゃ混みそう。そうなの？そうだよね。でもみんなも土日とか新潟駅とか公園あるから来るかな。花束10個ありがとう。ハートありがとう。達也くん、クマありがとう。流れ星ありがとうございます。
監視っていうよりかは見て好きで見てるだけです。昨日はカラオケでリクエストして蒸発した水分歌ってくれてありがとう。いやいや全然下手くそでごめんねって感じ。ウィリーさんはピンクのお洋服リボン本当に可愛いですに合っております。ありがとうございます。ピンクです、すごく。ここがフレフリ。もうもう何なんだろう。なんか私の最近のメンタルが安定するのって多分コアのおかげで。そう、あ、やばい、また泣き虫だから泣きそう。もう私がすぐ感情的になって泣いちゃうってみんななら分かってる気がする。そう、なんかあ、ペンライトありがとう。俺もメンタル今ちょっとあれな。あ、そうなの、大丈夫。一緒に頑張ろう。人生、人生で、そんなめちゃめちゃ人生にあれしてるわけじゃないけど、なんか私今日コマの配信をずっと見てて、あのそう、コマって本当にいい子なんだよね。コマと話してると泣きそうになっちゃうくらい、あの本当にいい子だし、コマのこと思い出すと今も泣きそうなくらいコマのことが好きです。うん、ミスターにじゃありがとう。コマちゃんってよくスマホなくすの。コマはね、よくスマホなくしてるイメージがある。うん、メディシカありがとうございます。それはコマちゃんにお礼言いに行かないと。今日いっぱい言った LINE で。そう、話していて楽だし落ち着くし、うん、あとありがとうございます。ピカピカもありがとう。そう、なんかのイベント期間中に、あの、なんだろう、続いてお仕事があったりとか、逆に今日とか、ね、何もない日とかいろいろあの考えちゃって、そう。うん、なんか分かんなくなってるんだよね。ありがとう。メリーちゃんの配信見てると、ありがとう。あ、キルルンありがとうございます。
そう、ハートありがとう。そう、なんかいろいろ今日考えちゃってなんか、そう、一人で考えると良くない方向行っちゃうし、でもそういう時って大体一人なんだよね。どんな考えしちゃうの？なんか、なんだろう、泣きそうになっちゃうからちょっと喋れないかもしれないそう、でも今日実はね、ネタバシしちゃったことも結構そう、もうすごい、自分って本当に泣き虫だと思う。本当に泣き虫だと思う。一番泣き虫だと思う。わかんないけど。そう。応援してありがとう。ペンライトとかハートとかもありがとう。そう、なんかね、最近本当にシンプルにね、自分に自信が持てなくてそう、なんだろうね、なんでみんながそうこんな私をね、応援してくれてるんだろうって、すごく謎なんだそう、だからなんでみんながこうやってそうギフトとかさ投げてくれるの、投げてお金使ってくれるんだろうってそう、今6位なのに、なんか今日一日中私ずっとこんないろいろ考えちゃったから、絶対今日の配信は普通に元気にやろうって思ってたのに、なんかあんまこうなっちゃうよねっていう感じ。
きだから、ありがとう。すごいプシュプシュ言ってる。LINE が来たから返そうと思って久々に開いたらなんかすごい更新されてる。あ、終わった。久々に開くと大体こうなんだよね。ちなみに明日はこれで、明日はこれでやります。12時から13時と20時から21時と23時から20時。そう、一枠でももし来れたら来てください、ぜひ。そう、 iPad のめっちゃ LINE たまる。そう、なんかわかんない、いろいろやってみようかなと思って、時間、あとちょっと今日で私は朝配信ダメだって思っちゃったから。そう思っちゃったからちょっとお昼に変えてみた。痛い、足がしびれた。多分全部来れる。ありがとう、待ってる。なんか DMM にあのなんかあれなんだっけ、 DMM にコマトのお出迎えの様子が載ってたので、よかったら見てみてください。でもね、あれ撮られてるって分かってて、そう、撮られてるって分かってるとなんか全然喋れないんだよね。あとなんか名前とか言わない方がいいかなと思って全然喋れなかった。だからありがとうとかしか言ってないけど、あのよかったら見てみてください。キルラありがとう。個人情報を聞きに気になさる方もいらっしゃると思います。素晴らしいご依頼。やばい、なんか楽しい話ないかな。なんか楽しい話話題ないかな、なんかなかったっけな。
シありがとう。こんばんは。なんかさ、地味に寒くない？最近。だからなんかエアコンつけようかめちゃくちゃ悩むんですけど、まだこたつを出してて、いつ片付、もうそろそろ片付ける時期かなって思ってたんだけど、あの真冬以外はこたつとエアコンを両方つけるってことはしたくないから、今はこたつだけつけてるんだけど、なんかエアコンつける季節なのかな今って、わかんない。なんかもう5月になるのにちょっと謎。なんかなんだかんだ年中こたつ出してそうなんだけど、暑いの？あ、そうなの？明日は今のところ予定はないけど、都内は暑いんだ。あ、こんばんは。メリーちゃんこたつで寝てそう。うん、そんなことない。私はねこたつでお昼寝、こたつの中で YouTube 見たり DM 見たりとかしている時間があったら割と眠くなるじゃん、こたつで横になると確実に。だからもうそれを察知して先にベッドに入っておく。そのあねちょっと眠いかもって思ったらすぐあのベッドに移動してもう寝る体勢に入れるように。こたつの中で寝るのもいいけどさ、やっぱりベッドで寝た方がなんだろう、疲れが取れる気がする。こたつで寝るとなんか腰も痛いし背中も痛いし、そう嫌じゃんね。応援してる、ありがとう。ハートいっぱいありがとう。ロンニーはそう、なんだろう、なんだろう、こたつで寝ちゃダメと思いながら寝るのが、そうかな。でもこたつ、こたつね、なんか私の家のこたつが温度調節ができなくてずっと入れるか切るかしかなくて、本当に暑って時があるんだから、それはすごく嫌なんだけど、そう調節ができないから、なんか寝るってなったらめちゃめちゃ弱くしておきたいけどできないんだよね。そうでもなんかナギとかがすごいこたつでよく寝るんだけど、その時とかに
私の家のね。で私もこたつに入ったら、私の家のこたつってそんなに大きくないから、マジで足がぶつかって、マジでやめて、足もっとそっちやってって毎回言い合ってる。そう、床暖房はない。実家にはあったけど、床暖房ってめちゃくちゃ床暖の上で寝ちゃいたくならん？なんか実家にいた時に私の勉強部屋が床暖房があったので、そう、めっちゃ上で寝ちゃってた。ミリちゃん推薦コメントまた更新した、ありがとう。推薦コメント嬉しい、ぜひぜひ。風船のあれ、クマありがとう。でも新潟も冬は寒いね。そうだよね、そう、富山最近全然行ってないんですけど、本当に最後に行った記憶がないけど、あのあれだね、なんか新潟の雪の方がやっぱりすごいなって思った。その移動中とかに上越の方とかの方は雪がすごいなってそう思ったんだけど、新潟市と富山市だったらそんなに大差がないなっていう印象でした、冬は。床暖房しか買ったん？豪雪地帯は東京より暖房高め。またありがとう。私は今根本的な悩みがちょっと何か分かっていないので解決できなくて悩んでいる。だし、なんか何だろう、難しいね、いろいろと。応援してる、ありがとう。北海道やっぱ暖房大すごそう。悩みがあるのはいいことだよ。悩み、いつも悩んでるけど、でもこの仕事ってそういうこと、そういう宿命ってかあれだと思ってるんで。そう、明日って26日だっけ。
もう5月じゃん。だいぶ過ぎ。去年の夏を忘れてない、まだ恋と気づかずに別れ際口にしたこと。こんばんは、ありがとう来てくれて。こんばんは。ね、あっという間に終わる気がするんですけど、今年も。え、やばくない？早すぎやろ。なんかね、昔はっていうか学生時代とかって結構今を生きているっていうよりかは、なんだろう、そのちゃんと何年後の大人になった頃のビジョンを考えてね、次のなんだろう、例えばテストだったらそのテストに向けてとか、なんだろう、ちゃんなんか学生時代って多分私の場合は割と今を生きてるっていうよりかは、そのちゃんと未来を考えて生きていたタイプの学生を送ってきたんだけど、今はすごいね、未来のことをね考えるというよりかは今を生きることに精一杯すぎて、ちょっとね、5年後の自分とかは何もわからない、誰もわからないけど何もわからないって感じなんですけど学生時代は、私はどんな学生だったんだろう。でもそういう勉強は頑張っていた、授業は寝てたけど家に帰ってちゃんとやってたタイプでした。あのテスト前にさ、よく勉強、え、マジでなんか前日にやばい、マジで本当に勉強してないんだけど終わったみたいなタイプだけど、ちゃんと勉強してたタイプだから嫌われてたかもしれないそう、今が良ければそれでいいんだけど、でも心の中は今がいいって思えてないから、だから悩んでるのかもしれない。テストでちゃんと成績取るタイプだ。でも理系科目、数学とか終わってたけど、そうアルファはまだいけたんだけど、ベータが無理すぎた。数学に関しては高1の時から、うん、ベータ嫌いだったな何か文系テストの時って文系科目に命かけてて、そう、特に覚える系とかは本当に前日に今覚えまくってやってた、短期記憶だから本当に。超短期記憶、短期集中型。そう、数学だけ得意でした。英数を教えてほしかった人生でした。日本史とか世界史楽しい、楽しいよね。確かに
すごい昔の人の考え方とかすごい好きだから、歴史を勉強するのは昔からすごい好きで、そう、好きだった。高校時代は日本史も世界史もどっちも取ってたんだけど、世界史の方が好きだった。日本史も好きだったけど、世界史の方がなんか、なんだろう、言葉にはできないけど世界史の方が好きでした。覚えるのは世界史の方が大変だったけど、あのカタカナがとてつもなく多くて、なんか世界史の人物ってメリーなんちゃかって人っていっぱいいるよね。なんかもう全然覚えてない、記憶が全然ないんだけど、え、国語の教員免許持ってる、え、すごい。歴史は私も好き。歴史でも高校時代は何の科目が好きだったかな。なんか本当に英語っていうか、そのそう、なんか英語だけの授業とかがあって、そう、てかまあそればっかだったんだけど、なんかずっとだから学校にいて日本語を話してるより英語を話してる時間の方が長かった気がします。そう、それは別に高校卒業しても変わんなかったし、高校卒業してからの方がずっと英語喋ってたけど、今 NGT に入って英語話すことって本当になくなっちゃったから、確実に能力が落ちてるんですけど、メリット歴史を作りたい、作っていこう。すごい今日テンション低くない、自分大丈夫かな大丈夫かな。外国なんかズームとかよくやってた。そう、あとなんかね、私は毎年スピーチコンテストに出ていて、でもまあなんかすごい大きな賞を取ったことはないので自慢できるかって言ったらできないんですけど、そういうので本番に強い精神は多分鍛えられていた学生時代で、そう、学校で学校の中でのスピーチコンテストとかも、そう、代表で何回か出たので、多分そういうのでなんかその前に人前に立つことに慣れていったのかなって今になって思う。なんか私の配信って面白いのかな、面白いですか、見てるみんな
てる、ありがとう。なんかどうせならさ、この2時間が終わった後に、あ、メリーちゃんってこういう人なんだってちょっとでも分かってもらえたらいいんだけど、そうじゃない気もしているからちょっとなんだろうね、あの、まあ何が言いたいかっていうと、私って一人でいるとこういう考えになっちゃうので、やっぱりみんながいないとダメなんだよねっていう感じなので、早く28日にならないかなって思ってる。わかんない、28日みんなと会えるかわかんないけど、前座があるので。癒し系、そんなことないと思ってるけど、どうなんだろう、わかんない。癒し系って、癒し系ってさ、絶対みはるさんとかじゃない。私が今 NGT48 の先輩メンバーさん、癒し系メンバーさん誰だろうって思いついたのが、すぐ思いついたのがみはるさんだった。でも学生時代懐かしいね、なんか。そう、なんか私はそう、中学の頃にお弁当をなんか、そう、遠足、今だからいい思い出が、いい思い出なのかもしれないんだけど、中3の頃に遠足で、そう、なんかせっかくだからみんなにもあげれるお弁当作っていこうって思って、自分で頑張って作ったんだけど、そう、めちゃめちゃ早く起きた、多分4時とかに起きて、めちゃめちゃ早く起きたら、で作って終わっ、作り終わってまだ時間が余ったからちょっと寝れると思って寝たの。そしたら寝坊しちゃって、しかも結構大幅な寝坊しちゃって、学校の、そう、担任の先生が家まで迎えに来てくれて、そうで、その時はなんかお弁当作ってたから寝坊してとか言えなくて、でも後々なんかママが先生に言ってくれたっぽくて、なんか私がそう寝坊しちゃったのはお弁当作ってたからで、めっちゃ張り切っててみたいな。懐かしい、これ懐かしい思い出なんだけど、でも高校の時も最初の頃って何でも自分でやりたくて高校入ったっていうのもあって、そう、お弁当とか作ってたんですよ、自分で毎朝起きて。そう、でもやっぱさ、なんか人間だれてくるから、やっぱりね、遅くまでギリギリまで寝ていたいって思うようになっちゃって、それからすごいママが作ってくれるようになって、でも一応お弁当は、お弁当ぐらいなら作れます、どや。お弁当、みんながお弁当を作ってほしいかわかんないけど作ってあげるね。ボリューミー感すごい、自分。お弁当、お弁当作れるなら彼女になる、彼女になれますかじゃん。確かに、
キャラ弁昔作ったことある、あの魔女の宅急便のキッキーだっけ、名前忘れちゃった、猫のキキだっけ、確かそれのお弁当作ったことがあるんだけど、その写真はこの端末には入っていません、大昔すぎて。彼女になれますか、歌わない、昨日歌った、昨日確かに歌った、分かんない、嫁でもいいよ、それはもう結婚してんだよね、タコさんウインナーさえあれば十分です、そんな人にはタコさんウインナーしか乗せないよ、タコさんウインナーも作らない、普通のウインナー焼いたやつしか入れない、あ、ジジだっけ、忘れた、なんかそんなんだった気がする、あんまり記憶ない、そう、それも中学の頃だったから、で昔からあの料理が好きだ、料理することとかすごい好きで、おばあちゃん家とか行った時におばあちゃんのなんか人参とかじゃがいもの皮、捨ててあるゴミ箱から漁って、その人参の皮を使ってみじん切りの練習をしたりとかしていた記憶があります。トマト苦手なんでなしでお願いします、わかりました、トマト大量に入れておきます、今日朝トマトとスイカ食べたので、トマトとスイカお弁当で前座出るときはお弁当作っていかないよ、ファミリーしかありがとう、中井理香ちゃんに会えましたよ、コンサートの時に Y の花嫁修行、おつまだ分かんないからね、そう、最近毎日人生何があるか分からないですよって言ってるけど、そう、この時期にスイカ、なんかスーパーにスイカが安売りしてたので、スイカカットしてあるやつ、自分でスイカを切ろうとは思わないので、あのカットしてあるスイカを食べました、まだ残ってるから明日とか食べようかなって思う、そう、波乗りかき氷作る、どうやって作るのでも波乗りかき氷の菓子って3つ目に私を好きになってねって言ってるじゃないですか、私は一つ目がいいなって思ってるけど、まあでもなんか今はそう思える自信がなくてすごいなんか前座に出た日とかすごく自分のファンの方と会えたりとか、自分のファンペンライトの数とかにすごく嬉しくなって、自分に自信が持てるっていう日が結構最近多くて、でもね、なんかこうやって家にいるとね、なんか私は一人でいるのが向いてないタイプですね、これは絶対に今は一番好きだよって思ってって自信を持って言えない、いつもだったら言えるけどね一番好きで言ってねとか楽しんでねとか言ってるんですけど、今はそれを言えない気がしてるので、そう、あの応援してくれる人だけで大丈夫ですちょっと何言ってるか分かんないスイカ早い、確かに夏先取りって感じ、
かちゃんメイチに会えたこと嬉しそうにエクセルつぶやいてた。そうなの、それがめちゃめちゃ嬉しくて本当に嬉しかった。そう、私は結構考えちゃうタイプで、いろいろと。まあこう私の配信を何日か見てるときっとそういう人なのかなってわかると思うけど、ずっと誰かとスマホつないでそう、そう思うじゃん。意外とね、そんなことなくて最近。そう、今日も本当に配信以外誰とも話してない。同期でシェアハウスするなら誰がいいですか？同期でシェアハウス、ちょっと考えられないな。同期でシェアハウスでも楽しそう。絶対うるさいと思う、4期だけでシェアハウスしたら。でも何人部屋とかにもよるけど、誰だろう。平和に生きるためにコマは絶対に設置して、設置コマ入れたいな。リカ様は先日のショールームの配信にてメリー様のことをお話になられておりました。待って、それ見てないんだけど、いつ、何月何日なんで、約何時何秒、何時何秒らへんでしょうか。今日はやけに謙虚ですね。今日はっていうかあれだよ、いつもだけど。そんなことないのか分かんない。こんばんは。いつもの愛強めのメリーが恋しい。いつも愛強くてごめんね。愛じゃない、圧だね。圧強くてうおーってなってたらごめんね。ちょっと控えます。すごい、みんなにも申し訳ないんだ。あ、石川県から見てます。金沢行ったことある。石川県からありがとう。そう、金沢ね、何回も行ったことある。数えられないぐらい行ったことあるし、金沢は香林坊片町とかそこら辺によく行ってて、金沢駅も行ったし、あの金沢は本当に富山出身なんだけど、私隣だからよく行ってました。今は新潟に NGT でやってるのでなかなか逆方向になっちゃったから行けないんだけど、そう、あのそう、この間発表された輝きフェスに NGT も出ることになったんですけど、今年の、そう、それも去年とかも行ってて、金沢はよく行ってました。コンサートの後シェアハウスをしたら部屋を片付けてもらえるし、確かにシェアハウスしてみんなに部屋片付けてほしい、部屋を掃除してほしい。あのできないので、できますけどできないので、あと洗い物とか洗濯とか。シェアハウス5人ぐらい、5人ぐらいか、誰としたいかな。聞かれたらそれはそれで嫌だ。じゃあなんて言えばいいんだ。メリーちゃんの愛はキュンキュンしてる。どうした。キュンキュンしてる。恋でもし、恋してない。嘘、みんなにしてるっていうアイドルがいいよねきっと。急に虚無になるのやめて自分。そう、でもいつも圧強いって言われるよく。大道屋市場のお寿司おいしい。わかる、大道屋市場行きたい、行きたいな。誰か一緒に行く、私と。
大道を市場デート、大道を市場デート、大道を市場行きたい、ミンチカツ食べたい。金沢行ったことないの？行きな富山だけど、高山もよく行ってましたよ。エフォーラスめっちゃ行ってた。すごく金沢トークみたいになってるフォーラスめっちゃ行ってたよ。フォーラスは、ポケモンセンターみたいなのって今もあんのかな。そう、凪とかサボとかは仲いい。ミリーちゃんは真面目だね。いろいろ深読み真面目なのかな、多分真面目だと思います。いつもありがとう。こちらこそありがとう。有名、そう、金沢の有名な市場、そう、そう、でも友達と金沢に行ったら、その友達によって結構やることが毎回違ったんだけど、覚えてるのはあのお茶、そう、抹茶を飲みに金沢に行って金箔のソフトを食べて、あの箸なんだっけ、箸があるじゃん、そこでお花見した。入禅か、そう、新幹線でも行きやすくなって、金沢って街並みが綺麗。わかる、それな、それなすぎ。そうなんですよ。繰り返しドロブ知ってる、知ってるよ、もちろん何回かライブ行ったことある。リカ様の、あ、こんばんは。リカ様の配信の記録のメモを確認しましたら、4月14日の配信にてメリー様の話をされておりました。ありがとう、わざわざ、バイクがうるさい、ありがとう、見てみるね、ありがとうね、教えてくれて。おしゃれなストリート、なんか金沢ってどこもおしゃれじゃない、なんなんだろうね。いいね、金沢駅の作りが好き。あ、なんかわかるかも。富山駅って割とシンプルな感じ、シンプルな感じなんだけど、金沢駅はなんか凝ってる感じがして好きです。三神社に行ったらミリちゃんがショールームイベントで1位になれるようになってくる。ありがとう、ありがとうね。まあね、私が諦めたら終わりなので頑張ります。でもね、本当になんでみんなが私にギフトを投げてくれるのか本当に謎なんだ。
なんかきっと私を他押ししてくれてる人ってきっといなくて、いたらごめんねなんだけど。そうだから、それだったら絶対ね、もっとなんだろう、可能性があるっていうか、範囲以内に入れる人がのところに投げたらいいのになって思っちゃう自分がいるから、その時点で終わってるんですけど、思考が。そう、なんだろうね、なんかすごく私にギフトを投げてくれるのすごく嬉しいんだけど、すごくなんか申し訳なくなっちゃう。申し訳ないくなっちゃうんだよね、なんかごめんねって思っちゃう。ありがとうって思うけど、ありがとうっていうよりかすごいごめんねって思っちゃうんだよ。うん、おじしかかたん、ありがとうありがとうありがとう。みりちゃんこんばんは、はじめまして、ありがとうございます。現役メンバー様でしたらほぼ楽しいです。本当に、みり楽しいになる検討してます。そうなの。ありがとう、私が今気分がこうだからそう言ってくれてる、もしかして。うわごめんね、なんか気を使わせちゃってるみんなに。メリーちゃんネガファン思いだよね。どうなんだろう、わかんない、自己中なだけだと思う。きっとオーディション配信から頑張ってたメリーちゃん見てるから応援したくなるんで、ありがとうね。ありがとう、みりちゃん好き子さんだと思ってる、ありがとう。LGT だったらみりちゃんしか勝たない。本当にありがとうございます。嬉しい、そんな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 、ちょっとただいま今自分に自信が持てないモードに突入しておりまして、ちょっとすごくあれなんですけども、ありがとうございます。ハートありがとう、ハートありがとうございます。ミリに気持ちが伝わるといいな。何この消えかかりそうな絵文字。ラーメンマンくもありがとう、ありがとう。だるまありがとう、ハートもありがとうございます。何の話してたっけ。何の話してたっけ、あれ何の話してたっけ、私何の話だっけ。あれ記憶が、あ、金沢の話してた。金沢ね、行きたいな。それこそ輝きフェスで、輝きフェスさんで行けたら最高なんだけどな。そう、
北陸ってさ、どこからどこまでが北陸なわけ？私的に富山、金沢、福井が北陸三県だと思ってて、富山の番組でもよく北陸三県っていうワードが出るんだけど、その三個なのかな、わかんない。だとしたら北陸出身だし行きたいですけど、そりゃメリーちゃんのことが好きだからの話、何それ。メリーと金沢行けたらな、行こっか金沢。私と金沢に行ったら何したいですか？したいことある？私と金沢に行って、やっぱその3個だよね。北陸三県派。金沢で美味しいお寿司食べたいから、メリーには絶対出てほしい。頑張る。金沢に行ってカラオケ、金沢に行ってわざわざカラオケは行きたくないな。すごい、 iPad のケースの黒い破片みたいなのがめっちゃ取れてきてる。あれ今日平日だよね。お寿司食べて金箔ソフト食べてばっかですね。食べ歩きみたいな。こんばんは。北陸からも関東からも東北からも仲間外れに。仲間外れどうだろう。でもあれじゃない、甲信越ってやつじゃない。待って、タワーが来てる。流星だ、ありがとう。タワーありがとう。ありがとう。タワー、姫路城、何城これ、城、お城ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。元気出す。ありがとう。私にもタワーをくれるんだね。ありがとうね。金沢城。金沢城ではなくない？何なんだろうこれ。ありがとう。北陸応援割に新潟市も含まれてるのがモヤモヤしてる。そうなの？そう、定義がない。ハートありがとう。はい、10個ありがとう。頑張ります。頑張りますっていうよりかは頑張ろうねっていうか、私一人の力でこのイベントってどうにかなるものじゃないし、あのあれなんだけどね、これってみんなの力がないと成り立ってないんですけど。
食べますしって、あ確かになんか言ってるイメージある、食べられっておばあちゃんとかの世代がすごく言ってた印象があります。私そんなに富山弁出てない気がするんだけど、どうかな、ジュナとかの方が富山弁で喋ってるイメージがある。私そんなに富山弁出ないんだよね普段から。なんか富山弁出そうと思ってもそんなに普段から喋ってないから富山弁がバンって出てこなくて、そう、ジャミリボかい、ありがとう。ダラは使わないかも、あんまり。 K をめっちゃ使います。何 K とか何がみたいな。そうなんぜ、めっちゃ使う。なんか前サホにめっちゃいじられた、そうなんぜって。なんか共感した時に富山の人いるかわかんないけど、今そうなんぜって、そうなんですよみたいな意味で、そうなんぜってラフな感じで言うんですけど、そうなんぜ、ぜって何みたいな言われて、そうなんぜって言わないんだって思って。そう、ぜ、美味しい、ありがとう。かっこいいかな。初めて聞いた。確かになんか。そう、なんか眠い人みたいになってる。大体やっちゃう、大体やっちゃう。もうあの大体やっちゃうは多分私ぐらいの年代じゃなくて、私のお母さんぐらいの年齢の人が多分使うワードでですね。そう、抱かれたみたいな、ミリーちゃんに抱かれて抱かれちゃったみたいな。そう、使い方が分かんないんですけど、おごってくれるっていう意味なんだけど、おごってあげるっていう。そう、だから私は使い方合ってるか分かんないけど、私もみんなのことを抱いてやっちゃって感じ。そう、お寿司とか富山のお寿司とか大体やっちゃう。そう、なんか今だから言えるんですけど、なんかキャッチフレーズに大体やっちゃう、ん、なんだっけ、なんとかしてくれたら大体やっちゃうって入れようと思ってた時があったんだけど、ちょっとダメって言われちゃって。そう、やっぱりその大体やっちゃうの意味が、そのなんだろうな、曲があったから、私的にはみんな知ってるかなって思ってたんだけど、意外と知らない人もやっぱりいるみたいだから、ダメってことになっちゃって。そう、だから今のキャッチフレーズがあるんですけど、うん、タヤパフェタワーありがとう。